今日は日本一周25日目福岡の友達と合流して今牡蠣小屋を楽しんできました。超うまかったです。僕が雨に降られてる時、1週間休みだったんですよ。だから本当良かったですね。もうそうじゃなかったら一人で怒涛に迷ってたかもしれないですね。今日の友達は柿雄の寮にね、会社の寮に若い時いたんですけど、結構一番遊んでた友達ですね。釣り行ったりとか、さくらんぼ狩り行きましたね。スノーボード行きましたね。ワンシーズンに14回。宮島にイルカ見に行きました。あの時はね、ゲロ吐いて、で、そこに潜ったらイルカと目が合いました。本当はね、だから僕はね、今回その別府大分入って阿蘇に行くルートで考えてたんですよ。そしたらこの雨で友達の T 君と、これだけ一緒にいれるようになったんですね。だからこれもなんかの巡り合わせかなと思います。太宰府に来ました。平日の昼間なの。みんな触ってる。じゃあこれ触ろうか。この橋も渡ったかな。うん、そう渡った。なんか一緒に女の子と一緒に当たると別れるって。え？いう。そうなんですよ。あ、へね。うわあ、すんげえ。あ、飛び夢見れる。飛び夢は見れる。飛び梅、あ、これこれはね、奥にある。あ、奥なんだ。あ、現在のこと、これじゃこれ本で京都から、うん、これ立派じゃん。京都から本で。あ、これか。あ、
まあ入らない。ありがとうございます。便利な内容。ありがとうございました。